寝れました。うん、よく寝ました。寝たけどちょっとまだ頭が痛い。あ、でも今は。あと？あ、よかった。あと手足がビリビリにしびれてる。昨日一緒だったドイツ人の女の人も回復してたね。うん、一晩経って。うん、まあ、体が慣れてくるのもあるね。うん、はい、じゃあ今日も頑張りましょう。石がしてあるね。この絶景の中に急に現れるこの奇山、すげえ。あれでしょ、一番有名なのね。とりあえずあそこまで行ってみようか。すごいね。あれみたいな見て、それあそこで撮ってる人いる写真。やりたい？いや、怖いからね。すげえ、落ちないでください。頼むよ。プライドロックみたい。たくさんの人間がよじ登っている。絶景かな。昨日より近いね。
ここ綺麗だね。うん。家にのビールだし、じゃあ、綺麗だったね。どうやって固めたんだろう。ね、しょっぱいのかな。何この顔。よく触って舐めるっていう人もいるけど、ちょっと汚いかもしれない。すげえ。こんな綺麗だとは思わなかった。塩のホテル。塩のホテルと同じ感じだと思ってた。ね、素晴らしいね。ちょっと疲れが取れるね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。